今は亡きはずの歴史上の人物。魔法帝を追放された3人。彼らを復活させることに成功した。ついにできるぞ、最強の国が。国民よ、速やかに投降し、その魔力を献上せよ。主らがあがくことで、理想の世界が遠のくのだ。俺らなりの信念持って喧嘩してんだよ。俺たちの邪魔はすんじゃねえ。映画ブラッククローバー魔法帝の剣。